久しぶりお母さん、元気にしてた？え？ミク？たんて元気にしてるわけないよね。私とお父さんに捨てられて、あれからずっと一人ぼっちだもんね。寂しくて寂しくて、毎日惨めで辛かったよね。いきなり何の用？離婚してもう15年、一切連絡なんてなかったのに急に連絡してくるなんて。ただ惨めな母親を笑いに来ただけじゃないんでしょ？実はお母さんに報告をって連絡したの。私ね、ついに結婚が決まったんだ。結婚？それはおめでとう、ミク。あなたもそういう年齢になったのね。そりゃ来年で30歳になりますから。でね、結婚式もあげるんだけど、それにお母さんも招待しようと思うの。それで連絡したんだけど、もちろん来てくれるよね。え？私よ。結婚式において新婦の両親ってかなり大事な存在でしょ？だから離婚してるとはいえ、お母さんにも来てほしいんだよね。式は再来月を予定してるから日程調整よろしく。ちょっと待ちなさい、ミク。私なんて呼ばなくても、あなたには母親がいるでしょ？明美さんを呼んだらいいのに、どうして私なんかを招待するの？え？明美さん？あなたとお父さんが私から乗り換えた浮気女よ。私と離婚した後、お父さんは彼女と再婚したでしょ？あなたも、あけみさんこそが私の母親だって懐いていたし、わざわざ私なんて呼ばなくてもいいじゃない。それがさ、実はお父さん、あけみさんと再婚しなかったんだよね。え？離婚直後に大喧嘩しちゃったみたいでさ、そのままあけみさんが出て行っちゃったの。だからあれからずっと私とお父さんの二人暮らしなんだ。そうだったの？というわけで、私には式に来てくれる母親がいないの。お母さんに出席してもらわないと大変なんだよね。それならはっきりと断らせてもらうわ。別に無理して両親が揃ってる必要はないんだし、結婚式にはお父さん一人で十分でしょ。もう15年も会っていない娘の結婚式には行きません。だからそれだと困るんだってば。私まだ彼に母親がいないってことは話してないの。両親二人とも揃ってる設定だから絶対に来て。え？だって彼も彼のご両親もすごく家族仲が良くてね、もう絵に描いたような理想の家族って感じなの。だからこっちも両親揃ってないとまずいじゃない。全然まずくないわよ。今時片親家庭なんて普通なんだし、面倒なことになる前に早く父子家庭だって伝えなさい。それで問題解決じゃないの？無理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 。だっても私向こうのお母さんと約束したの。感動的な新婦からの手紙を読み上げますって言っちゃったの。何ですって？式の話をしてる時に向こうのお母さんがね、新婦から母親への手紙って泣けるから好きなのって、こんなの言われたらやるしかないじゃん。だからつい私も期待してくださいって言っちゃって。嘘でしょ？15年も会ってない母親に何を手紙で伝えるのよ。いい感じのエピソードを作って手紙にするよ。だからお母さんそれに合わせて適当に泣いて、号泣で会場盛り上げて。はぁ？両家会社体調不良ってことで適当にごまかしてあるから。だからお願い、全部こっちに合わせて。それぐらいならお母さんもできるよね。バカ言ってんじゃないわよ。そういうことならなおさらあけみさんを招待しなさい。私より彼女の方が適任じゃない？なんであけみさんが適任なの？あの人は所詮お父さんの浮気相手じゃん。私のお母さんお母さんなんだから、ちゃんと母親役をやりに来てよ。え？それじゃあ今度は招待状送るね。それと式当日にはもちろんご祝儀もお忘れなく。感動の再会でもあるんだから奮発期待してます。ちょっと大輔、あなたまだミクに本当のことを言っていないの？それに再婚もせずに逃げられたってどういうことよ。え、キョコ。ついさっきミクから私に連絡があったの。結婚報告と一緒に母親として参加してくれって招待されてね。それであなたとあけみさんの再婚はダメになった話も聞いたわ。あ、そういうことか。実はミクから聞いた通りなんだ。せっかくお前との離婚が成立して再婚しようって時に、あいつはお料理も稼ぎのいい男を捕まえたから寿司と結婚するって。
あっさり俺とミクを裏切ったんだよ。嘘でしょ、実の娘をまた捨てるなんて。よくも母親のくせにそんなことができるわね。ああストップストップ、そんなことはまだミクには話してないんだ。だから頼む、その話はまだ禁句にしていてくれ。まだ話していないで何やってるのよ。私と離婚するときミクには全て打ち明けるって言っていたじゃない。なのにさっきのミクとの会話だとまだ何も知らないようだし、あなたったら一体どうするつもりなの？うるさい、こんなの簡単に話せるわけないだろう。あの時の浮気相手が実はお前の生みの母親だって、陽子は実は育てのママ母だなんて、そんなややこしい話言えるかよ。言わなきゃでしょうが、一体誰のせいでこんなややこしいことになってると思ってるのよ。俺です、前作浮気してしまった俺の責任です。そこまで分かってるなら約束を果たして、離婚するときに全部打ち明けるって約束をしたでしょ。あなたのせいでまだミクは私のことを母親だと思ってるの。母親でも何でもないのに式に招待される私の身にもなったよね。でもやっぱりこんなややこしいことを言えないって、ミクにお前は2回も実母に捨てられたって伝えるものなんだぞ。そんなの心苦しくて俺にはできない。だから頼む、まだしばらくはあいつの母親のふりをしてくれ。ふざけんな、あんたが私にバツイチ子持ちだってことを隠して結婚したこと、そしてそれを受け入れて支えてきた私を裏切って前妻と浮気したこと、私は未だに許してなんかいないのよ。むしろ今思い出しても腹渡が煮えくり返るような気持ちなのよ。それはだからごめんって、あまりにも申し訳ないから君に逃げられても戻らなかったんだ。父子家庭で頑張ってきたのは俺なりのけじめのつもりだよ。そんなのけじめでもなくて当然だから、私はミクの結婚式には行きません。これ以上問題が大きくなる前に早く全部打ち明けておいてよね。ちょっとお母さん、せっかく招待状送ってあげたのに欠席ってどういうこと？娘の結婚式来ないなんて実の母親としてありえない。は？あのさ、いくらなんでもこんなに幼稚すぎるでしょ。そりゃ離婚の時にお母さんの味方をしなかったのは悪かったけどさ、でももうあれから15年も経ってるのよ。これぐらい水に流してくれてもいいじゃない。ちょっと待ってミク、あなたお父さんから何も聞いていないの？聞くって何よ、適当なこと言って話をそらそうとしないで。そんなことよりも今私の結婚式の話でしょ。え？言ったよね、向こうにはお母さんがいるってことで説明してるって。だからあんたには絶対に来てもらわないといけないの。欠席なんて許されないの。もし本当のことがバレて婚約破棄でもなったらどうするのよ。あんたにその責任が取れるっていうの？責任を取るのは嘘をついてるあなたでしょ。お願いだからこれ以上私を巻き込まないで。本来なら離婚した母親なんて泣いて頼んでも招待してもらえないのよ。なのに断るなんて本当にありえない。そういうことならもういいわ、いっそ今日限りで縁を切ってやる。けどその代わりに手切れ金を私に起こしなさいよ。はあ、手切れ金ですって？そうよ、結婚式も来ないなら私が子供を産んでも連絡しないから、孫ができても会わせないし写真の一つも送らない。完全に縁を切るから手切れ金をよこしなさい。いやいや、手切れ金の意味がわからないから、どうして私がそんなものを払わないといけないのよ。15年も娘に会いにも来ず母親らしいことしてこないのよ。だったら手切れ金ぐらい別にいいでしょ。会いにも来ないって、私を捨てたのはミクたちじゃない。私のことなんて二人で家政婦扱いして、美人で綺麗な明美さんの娘になりたいって私を捨てたくせに。うるさい、いいから払え。親なら子供の結婚にお金を包むのは当然でしょ。この際だから100万ぐらいは包みなさいよ。100万円も？母親なら娘にこれぐらい包んで当然。せっかく誘ったのに欠席するならご祝儀100万振り込め。本当のお母さんに頼めば？え？もう本当にいい加減にして。腰を低くしてお願いしているかと思いきや、まさかの逆ギレだし、その上ご祝儀まで要求って、ろくでもない上の DNA を色濃く受け継いでいるよね。ちょっと急に変なこと言い出さないでよ。本当のお母さんって、私のお母さんはお母さんでしょ。本当のって何よそれ。私はあなたのお母さんじゃありません。
あんたみたいなろくでもない娘、産んだことなんかありません。は、産んだことないってどういう意味よ。そんなままの意味よ。私はあなたなんて産んでない。っていうか、子供なんて産んだこともなければ妊娠したこともないわよ。え、それでも頑張ってあなたを育ててきたけど、最終的には裏切られて、そんな人を娘だと思えるわけないでしょ。離婚を機に完全にあなたとは他人なの。そんな人の結婚式に誰が行くもんですか。ちょっと待って、何これ、どういうこと。全然話についていけないんだけど。私のお母さんがお母さんじゃないなら、私の生みの親は誰なのよ。お父さんに聞いてみなさい。きっと全て教えてくれるわ。え、そういうことだからさようなら。私と他人ってことが分かったらもう二度と連絡してこないでよね。ふざけんな。お前のせいで全部打ち明けの雨になったじゃねえか。一体どう責任取ってくれるんだよ。責任って何よ。あなたはいつまでもグズグズしてるから機会を作ってあげただけ。それよりもちゃんと1から10まで全て説明したんでしょうね。ああ、お前のお望み通り全部言ってやったよ。俺と明美が実は夫婦だったこと。でも離婚することになって俺が美子を追いつけられたこと。それで慌ててバツイチ子持ちだってことを隠して婚活したことも。なんとか京子と結婚したこともな。改めて求めると本当に最低よね、あなたって。私には返しきれないほどの恩があるのに裏切ったんだもの。いつの間にか前妻の明美さんとよりを戻して浮気して、その裏で私を家政婦扱いしては見下して、あまりのクズっぷりにヘドが出るわ。しょうがないだろ。俺が人生で一番愛した女は前妻の明美なんだ。その彼女から連絡があったらよりを戻すのが普通だ。俺は男として当然の行動を取っただけだ。はぁ、アケミは昔から美人で、俺は長年アタックしてようやく結婚できたんだ。だけどあいつは昔から音癖悪くて、結婚後も浮気、出産後も浮気、ついにも子供を置いて駆け落ち。お前との結婚なんて最初から子供の世話係目的でしかないんだよ。そんな女がいつまでもぐちぐちとうるせんだよ。何よその逆入れは。最低なことをしておいてそれを指摘されたらブチギレって、どこまでクズなのよあなたって人は。うるせえ。お前のせいで俺は愛する巫女に嫌われたんだぞ。こんなの逆ギレもしてなきゃやってらんねえよ。あら、巫女に嫌われちゃったの。俺の話を聞いて呆然としていたよ。だから俺が慰めようと肩に触れたら、触るなって思いっきり手を叩かれて、こんなんの巫女が生まれたから初めてだ。もう俺の声も聞きたくない、顔も見たくないって、反抗期もなかった愛する娘からそんなことを言われるなんて。さすがのミクもあなたのクズっぷりは受け入れられなかったよね。どうしてくれるんだ、結婚式が来るなって。俺は実の父親なのに、なのに欠席するように言われたんだぞ。もし出席したらその場で絶対を言い渡すって。それはとても悲しい話ね。でも私は関係のない話だからどうでもいいわ。せいぜい実の親として大奮発したご祝儀でも包んであげたらどうかしら。お母さん、お父さんから全部話は聞いたよ。お母さんが実はママ母だったこと、明美さんが私の実の母親のことも、本当に今までのことはごめんなさい。お母さんは血のつながりで私を育ててくれたのに、なのに私、お父さんの真似をしてずっとひどいこと言ってたよね。みくん、本当にごめんなさい。私ったら本当になんてことをしてきたのか。愛する人がいる今の私なら、お母さんの気持ちがすごくわかるの。結婚した人に騙されて裏切られるって最悪だよね。それに自分と血のつながらない子供を育てるなんて。そうね、毎日最悪で地獄だったわ。小さい時はまだ良かったけど、成長するにつれて生意気になって、その頃から大輔さんは明美さんと浮気。あなたはそんな二人をお似合いだと褒めたたえて、私を見下して、地獄以外の言葉が見つからないほどの日々だったわ。何も知らなかったとはいえ、本当にごめんなさい。心の底からお母さんに謝るよ。だからさ、どうか私の結婚式に来てくれないかな。はぁ、このご用読んでまだそんなことを言ってるの。
こんな衝撃的なことを聞いたらお父さんなんて式に呼びたくないよ。もちろん実の母親だろうとは君さんも無理。でもそうなったら私の結婚式は両親が二人とも欠席するのよ。そんなの彼や向こうのご家族に説明できないし、それならお母さんだけでも来てくれた方がまだマシだわ。まだマシって、私はあなたの実の母親なんかじゃないのよ。そんなの関係ないよ。私にとって母親はお母さんだけ。実の母親は男ばっかり追いかけていて、私に興味なんてないし。お父さんもあんなクズな人だったとは思わなかったし、私の周りで唯一まともなのはお母さんだけなのよ。分かってくれてる。嬉しいわ、ミク。あなたの言う通りなの。自分で言うのもなんだけど、まともなのは私だけなのよ。だからいいよね。私の結婚式に来てくれるよね。彼にも向こうの親にも私がいい感じでごまかしておくからさ。その必要はないわ。だって私は何を言われても結婚式には出ないもの。え、いろいろと知らなかったことには同情するわ。でもそれで私にしてきたことが消えるわけじゃないの。前妻も別れた旦那も娘のあなたもみんなクズ。自分だけ被害者ぶってるんじゃないわよ。そんな意地悪言わないでよ。私はお父さんのことも生みの親のことも何も知らなかったんだしさ。もし全部知ってたらお母さんにひどいことなんて言わなかった。お父さんたちの浮気を応援なんてしなかった。絶対に私だけはお母さんの味方になっていたはずだよ。それはどうかしら。父親と一緒になって私のことを使えない家政婦呼ばわりしていたくせに。いやそれはあんたみたいなのと血がつながっているなんて最悪。早く大人になってあんたと親子の縁を切ってやりたい。浮気されて当然だべし。そうか、散々言いたい放題だったわよね。もう私ってそんなひどいことばかり言ってたっけ。お母さんちょっと話を盛りすぎてない？すべて事実よ。言った方は忘れていても言われた方は覚えているの。あの時のあなたが全ての事実を知っていたら、きっとあの時以上に私をボロクソに扱っていたでしょうね。どんな事情があっても同情しない。私はあなたに言われたこともされたことも許さない。あなたのことなんて娘とも思っていない。分かったら二度と連絡してくるな。でもそしたら私の結婚式はどうするのよ。このままじゃ両親不在の結婚式になっちゃうじゃない。両親の背中を見て嘘をつくことの大変さを思い知ったでしょ。だったら素直に全て打ち明けることをお勧めするわ。それじゃ素敵な結婚式になることを祈っているわ。そしてその後、ミクは結局婚約者に何も言えないまま結婚式当日を迎えたそうです。そして当日になって両親の欠席を伝えたようですが、さすがに婚約者たちからは不審がられ、全てを白状するように問い詰められたんだとか。そして渋々全ての事情を伝えたところ、こんな状況ではお祝いできないと式は即座に中止に。そして度重なる話し合いの結果、いろいろ問題がありすぎるご家庭の人とはちょっとということで、結婚自体も中止になったと聞いています。そして中止になった挙式費用や婚約破棄の慰謝料を請求されたミクは、よし二人のせいだと全額を大輔たちに請求。しかし大輔は、俺のことが嫌いになったんだろ、なら請求すらしてくるなと開き直り、実母である明美さんも、一回も育てたこともない娘に渡す金はないと拒否。ついには三つどもえの親子大戦争となり、ファミレスで話し合うたびに流血沙汰になる問題家族として地域で有名になっているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。